これどこの国？これは中国語でガンビーヤーだ。かなり近いよ。ヒントを出していくね。これは西アフリカの国だ。セネガルに囲まれた細長い国だよ。国土の中心を流れている川の両側が領土だ。アフリカで一番小さな国。面積は秋田県と同じくらいの大きさだ。首都はバンジュール。この国ではバードウォッチングが人気。400から500種類の鳥が生息しているらしいよ。アフリカの中では治安はいいらしい。でも気をつけてね。この国がどこかわかるかな？正解はガンビア。これは難しかったね。これどこの国？肉とアが入っているから恐ろしいところをイメージしてしまいそうだね。ただの当て字だから意味はないよ。これは音読みすればキニアだ。かなり近いよ。ヒントを出すね。これは西アフリカの国だ。セネガル、マリ、リベリア、シオラレオネ、コートジボワールに接しているよ。1958年にフランスから独立した国だよ。首都はコナクリ。この国に似た名前の国は他に3つある。赤道ホニャララ、ホニャララビサウ、パプアニューホニャララ。パプアニューホニャララは知っているよね。最後の3文字がこの国名だ。この国名は黒人たちの土地という意味を持つベルベル語に由来している。だからこの国以外の黒人の国にも使われているんだ。この国がどこかわかるかな？正解はギニア。パプアニューギニアでわかったよね。これどこの国？これは中国語の当て字なんだけど、古代ギリシャ語を当てたものだから発音が全然違う。難しいからヒントを出すね。これはヨーロッパの国だ。イタリアが海を挟んで西にあるよ。首都はアテネ。オリンピック発祥の地としても有名だね。パルテノン神殿などの世界遺産があるよ。僕が子供の時、この国を舞台にした少年漫画があったんだ。セイントセイヤって言うんだけど、知ってるかな？クロスという鎧を着たセイントが戦うんだ。彼らは何のために戦うのか？忘れちゃったけどね。この国がどこかわかるかな？正解はギリシャ。君はコスモを感じたことがあるか？これどこの国？これは音読みで頑張ればなんとかなるかな？一文字目はカリア、クワド読む。クワイト？近いよ。ヒントを出すね。これはアラビア半島の付け根にある国だ。イラクとサウジアラビアに接しているよ。首都は国名と同じだ。石油が取れるから裕福な国だ。日本よりもお金持ちだよ。1990年に湾岸戦争があった国だ。イラクがこの国に侵攻して多国籍軍との戦争になったんだ。この戦争でパトリオットがデビューを飾ったんだ。それ以降各国はミサイル迎撃システムを構築するようになったね。この国がどこかわかるかな？正解はクウェート。ちょっと難しかったかな？これどこの国？これは音読みで頑張ればなんとかなるかな？一文字目はクレヤクと読む。クロチャ？クロチャ？クロチア？結構近いよ。ヒントを出すね。これはアドリア海に面した東ヨーロッパの国だ。スロベニア、ハンガリー、ボスニア・ヘルツェゴビナに接しているよ。首都はザグレブ。面積は九州の 1.5 倍。人口は385万人だから静岡県と同じくらいだね。この国がどこかわかるかな？正解はクロアチア。ちょっと難しかったかな？